はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、坂本選手と、まあ、浅野選手ですね、まあ、非常にその同じ道を歩み始めてるんじゃないかというかね、まあ、成績なんかを見てたりとか、まあ、最近の浅野選手の活躍なんかを見てると、非常にこの若い時の坂本選手の、まあ、面影というかね、まあ、活躍みたいなところを、まあ、期待してるファンの方が多いかなっていうふうに思いましたんで、今日は、まあ、浅野選手がね、なんで活躍できてるかというか、まあ、どういったところに、成長を感じたのかっていうところと、まあ、坂本さんのね、改めて、凄さと、で、少しだけ、僕もね、坂本選手と、まあ、一緒にこう、野球をしてたことがありますから、坂本選手のエピソードなんかもね、少しお話できたらいいかなっていうふうに思ってます。はい。でですね、まあ、その最近ね、浅野選手が、まあ、ヘルナンデス選手がね、ちょっと骨折しちゃって、まあ、モンテスがレフト行ったりとか、まあ、いろいろ緊急事態ありましたと。で、その中で、まあ、センター誰にすんのと、センターじゃないわ、まあ、外野、もう一人誰にすんのっていう風な話ね、ありました。まあ、センターを、まあ、丸選手にやってもらって、じゃあ、ライトどうすんのっていう風なね、話になってましたけども、今最近ではね、浅野選手がよくハマってくれてますと。で、まあ、浅野選手、まあ、2年目でね、高卒2年目でよくやってますと。で、今年もね、ちょいちょい一軍に上がってきてたんですけど、まあ、いろいろね、まあ、安倍監督から、こう、狙い球を絞ってるように見えないとかね、ただバットを振ってるだけというか、来た球を打ってるようにしか見えないとかね、コメントをされたりとか、まあ、いろいろね、課題を与えられてきたんじゃないかなと思いますと。で、その中で、まあ、2軍でもね、まあ、ある程度、まあ、結果を出して、まあ、その昇格してきたという形になるんですけども、やはりこの昇格後の打席ね、僕、全打席見てますけども、やっぱりこう、狙い球をね、絞ってるなっていう感じはありますと。で、まあ、この間ね、まあ、ホームラン打ったりとか、まあ、先日もね、ツーベース打ったりとか、まあ、いろいろありますけども、非常にこう、前の打席の打ち取られ方であったりとか、自分を客観視して、よくね、狙い球を絞れてるなというふうに感じますと。で、まあ、その具体的なところはね、僕、試合解説の方で解説してるんで、ぜひね、見てほしいなというふうに思うんですが、やはり、浅野選手ね、高校時代スーパースターで、まあ、甲子園でもね、ホームランを打ってっていうところがあって、まあ、多分ね、高校ではね、もう無双というか、まあ、もうストライクゾーンに来たら全部、とりあえず振ったら、なんかヒットなるわ、みたいな感じだったと思うんですよ。だけども、ある程度やっぱプロっていうのは、ね、高校野球と比べたらやっぱレベルは上がりますし、なかなかこう、ストレート待ちというか、来た球を打つっていうだけではね、難しいところがすごくあるので、そういったところで、まあ、ピッチャーの球種であったりとかね、キャッチャーの考え方であったりとか、状況に応じて、ある程度やっぱり絞れてきたりとかするんでね、慣れてくれば。うん。そういったところで、浅野選手の打撃、高い打撃技術と、その配球の読みであったりとかっていうところがマッチしてくると、まあ非常にね、まあ一軍でも、活躍できていくんじゃないかなっていうふうにね、僕今感じておりますと。で、まあ2年目で末恐ろしいですと。うん。まあ身長とかはね、あまり高くないですし、まあ僕と一緒ぐらいだと思うんですけども、非常にこう、まあゴムボールというかね、ちょっとこうがっしり締まったような形で、バネもありますし、非常に体も、まあ強そうなね、感じはあるので、そういったところで、まあそのスター性というか、まあ最近ね、タイムリーとかホームランもありましたけども、まあ、ここぞというところで打ってくれるようなね、そういうチャンス強さ、勝負強さみたいなところも持ってるなというふうに思いますし、昨日の安倍監督のコメントでね、まあ、戦う顔ができてるというか、うん、もうすごく、その表現、してらっしゃることは僕もよくわかってて、よくわかるんですけど、やはり、本当に一軍の戦力として、本当に攻撃するんだぞっていう風な、心構えというかね、今まではどこかこう、ちょっと先輩方、よろしくお願いしますみたいな感じで、ちょっとこう、恐縮というかね、そういう、ちょっと、そういう、なんて、感じは見えたんですけども、今はね、本当にもう僕が打って、なんとかしますっていうようなね、気持ちも見えてきてますんで、非常にいい選手だなっていう風にね、改めて思いますと。で、まあ、坂本選手ね。まあ、巨人軍には、いろいろスターいました。まあ、昔言ったら僕はあんまりわかんないけども、もう大昔はわかんないけども、まあ、原監督も、選手時代はスターでだったと思いますし、まあ、まあ、最近で言ったら、坂本さんもそうですし、岡本選手もそうですけども、
やはり、巨人軍にはね、まあ、大体その、まあ、核となるというか、顔になるような選手が、スーパースターが、まあ、いると。その時代によってね。で、まあ、浅野選手がその、まあ、巨人軍の顔に、なっていく可能性というのは非常に高いんじゃないかなと思ってます。で、まあ、坂本選手、ですけども、まあ、やはり改めて、まあ、成績、僕見たんですよ。坂本選手のね、成績見たんですけど、もう凄すぎるわと思いました、正直。というのも、まあ、その、坂本選手もね、初めから圧倒的な数字というか、まあ、その実力があったかって言われたら、そうではなかったと思うんですよ。で、今回の浅野選手と同じようなパターンでね、レギュラーを掴んでるんですよね。今回は浅野選手はヘルナンデス選手の骨折で、まあ、チャンスが巡ってきた形になりますけども、まあ、坂本選手の場合は、まあ、新岡選手がね、今で言った新岡ヘッドコーチが、まあ、怪我とかがあって、で、そこで、まあ、その、回ってきた、チャンスが回ってきたという形でね、そこから掴んでったっていう形になるんで、まあ、一概にね、その、全員がね、スーパースターというか、有名な選手が、全員が、その、本当に力ずくで、レギュラーの選手を押しのけてっていうわけでは僕はないと思いますし、逆にこう、その、主力選手の怪我から、そこからこう、レギュラーを掴んでったっていう選手の方が、僕は、プロ野球を振り返るとね、多いんじゃないかなとも思うんですね。で、坂本選手の成績を見ても、僕すごいなと思ったのが、2年目からもうフル出場かな ?144 試合かなんか出てるんですよ。で、そっからずーっと130試合以上ぐらいずーっと出てて、で、打撃成績もね、ずーっと右肩上がりなんですよね。っていうことを考えると、まあ、ショートというポジションもそうですし、まあ、スター性というかね、まあ、まあ、お顔も綺麗ですし、お顔って言うかね、イケメンですしね、そういったところも花があるっていうところも含めて、まあ、やはり球界の顔というか、うん、まあ、僕も野球をね、始めた頃というかね、小さい頃はですね、まあ、イチロー選手であったりとか、まあ、松井選手であったりとか、松坂選手に憧れましたけども、まあ、実際日本の球界を見るとですね、まあ、安倍選手であったりとか、まあ、坂本選手もそうですし、っていうところに憧れてね、野球を始めて、プロ野球を目指したっていうところがあるので、やはり今の、若い世代、まあ、20代の若い世代なんかは、本当に、坂本選手を見て、プロ野球選手になりたいと思った選手がすごく多いんじゃないかなと思いますと。で、その中で、まあ、坂本選手の凄さであったりとか、まあ、浅野選手の凄さをね、言っていくとですね、まあ、浅野選手はま、配球を、呼んで、打ち始めたっていうのはありますけども、この間スリーベース打ったんですね、ライトに。うん。で、逆方向にフェンス直撃の打球を打ったんですけども、あれがすごいね、僕の中で印象的で、ああいう打球ができるんだったら、非常に率も残っていくと思うし、で、ね、それに加えてね、配球も読み始めて、経験をしていけばね、もっと精度とかいうのは高まっていきますから、非常にね、面白いなと思うんですよね。で、坂本さんの場合は、もう、語らなくてもいいかなというふうに思うんですが、やはり、元々はね、天才的なインサイド、インサイド打ちというふうに言われてましたし、まあ今でもね、すごくインサイド打つのは上手いんですけども、やはりそのいいバッターとか、まあホームランバッターとかでもそうですけども、ツボっていうのがあって、どういうことかっていうと、その球を待ってなくてもそのコースに来たら、必ず仕留めるようなスイートポイントみたいなところがですね、いいバッターには一つや二つぐらいはあるんですね。で、その一つや二つが重なっているところが坂本さんで言ったら、まあ、インサイドというところなんですね。だから、非常に、まあ、若い時もそうですけども、まあ、インサイドをね、攻めて、まあ、こう、詰まらしてやろうとかっていう、やっぱ思うわけですよ、やっぱりね、普通で言ったら。だけども、それを、いとも簡単にね、坂本選手が打っていく姿がね、すごく印象的にありまして、まあ、今でもね、インサイド打つのうまいですけども、それに加えて、まあ、晩年というか、年ね、行ってからはですね、アウトコースを打つのも上手くなってきたっていうのがあるので、まあ鬼に金棒と。で、守備に関しても、まあ、宮本慎也さんにね、弟子入り試合しながらね、上手くなってったっていうのがあるので、まあそういったところも浅野選手も、まあその、誰かね、この人だというふうな人を見つけて、なんかそういうふうについていくというか、指導を仰ぐっていうのも、まあ、ありなんじゃないかなとも思うんですね。で、ここからは、まあちょっと坂本選手に関するちょっとエピソードじゃないですけども、まあどういう人なのっていう感じでね、気になってる人もいると思うんで、ちょっとね、そういう形でね、話していきたいと思います。で、まあ僕は結局、ジャイアンツに3年しかいなかったわけですけども、非常に、まあ坂本選手の交流っていうのが意外とあったんですね。僕育成選手であまりこう、
まあ、一軍の選手とあんまり関わりって普通はないはずなん、ないんですけど、なんか、たまたまその怪我をされてる時に、すごくなんか仲良くなったというか、こう、お話をさせていただいて、気に入られたというか、うん、なんかこう、いろいろお話をしていくうちに、お前面白いな、みたいな形になって、それ以降ね、よくね、僕のことを気にかけてくださったりとか、いろいろね、いろいろしても、お世話していただいたんですけども、まあやはり、坂本選手ってやっぱりこう、なんて言うんだろう、まあ非常にこう、話しにくそうとか、なんかスターだからやっぱりこう、なんかお高く止まってるんじゃないかとか、いろいろあると思うんですけども、非常にやっぱり、関わったことある人はですね、みんなね、坂本さんのことを大好きだと思いますし、僕もね、はじめこう、すごく恐縮というか、話しかけに行くのも、すごくこう、正直怖かったところあるんですけども、こんな機会はないと思ってね、坂本さんが怪我するなんてあんまないですし、ファームに降りてこられるというのはないんで、坂本選手みたいな、ちょっとバッティングについて、ちょっと教えていただきたいですとか、街、どういう風に配球というか、その街玉というかね、うん、絞ったりとかしてるのを教えてほしいですっていう風にね、初めお声をかけさせていただいて、そこからね、いろいろこう、野球談義じゃないですけども、まあ、野球以外の話もね、させていただくようになって、ちょっとこうね、いろいろ、まあ、仲良くさせてもらったっていう形なんですね。で、普通ね、その、坂本選手、まあ、すごい選手じゃないですか。で、僕が、坂本選手に対してすごいなと思ったのは、僕みたいな育成選手の全然こう、ね、プロでね、一軍でヒット一本も打たずに、クビになったような人間ですよ。坂本選手なんとかと、比べ物にならないような、実力なのに、坂本選手から質問してきたりすることもあるんですね。お前はどう考えてんのとか、お前はどういうふうに待ってるとか。うん。で、僕が今まで見てきた野球以外の選手でもそうですし、なんかその、すごいなとか思う選手、選手というかまあ人間というかね、人っていうのは、なんかその立場とか、なんかそういうのに関わらず、なんかその助言を求めたりとか、なんかその人によって態度を変えない選手というか、人っていうのは、僕すごいなっていうふうに思ってて、やはりその、あんだけヒットを打たれてるような人でも、僕みたいなこの底辺の選手から、学ぶこともあるかもしれないと思って、なんか質問 してくれたんだと思うと、なんかその、なんかありがたいというか、なんかすごいなと思って、まあ、人としてもすごいなと思って、なんかその、僕も、なんか今はね、何者でもないですし、なんかただ、YouTube をね、こう、皆さんに楽しんでもらいたいと思って、動画を投稿してるだけですけども、でもなんかこう、なんかにね、慣れた時に、何回慣れた時というか分からないけども、なんかちょっとこう、自分の思い通りに生き始めた時とか、まあ、なった時とかに、もしそういう形でね、なんかこう、アドバイスを求められたりとかした時に、僕もそういう人間でありたいなというふうに思いましたし、なんかその、選手である前に、いい人間でありたいというかね、そういった形で、僕は、そのすごく野球やめて、いまだに思いますけども、まあ、坂本選手であったりとか、まあ、自主トレ一緒にさせてもらった甲斐選手であったりとか、島本博選手であったりとか、まあ、そういった人になりたいというか、そういう人間性でいつまでも生きていきたいっていうのが、今でもあるんですね。で、まあ、いろいろエピソードあるんですけども、やはり、まあ、そのエピソードが一番に印象に残ってますし、まあ、まとめて言うなら、まあ、野球が上手い人は、やっぱりこう、野球が上手いだけじゃなくて、そういったところ、人間というか、人間ができているというかね、野球しかやってこなかったかもしれないけども、野球という競技を通して、人間形成まで、しているっていうところが、すごくね、素晴らしいところだなというふうに思いますし、それがね、別にサッカーであれ、音楽であれ、勉強であれ、何でもあれ、何でもよくて、何かこう一つのことを極めて、行くとですね、なんかそれに伴ってそのね、いろんなところも付随してね、レベルアップしていくっていうところがあるのかなというふうに思うので、僕もね、今ね、ジャイアンツの選手ね、知り合いたくさんいますけども、まあその選手たちに負けないようにね、僕もこのアメリカ、ここどこで取ってんねんって話ですけども、ちょっとね、ここの地でね、シリコンバレーでもがきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はちょっとテイストが違う動画というかね、ちょっとこう、まあプライベートの話というか、ちょっと自分自身の話もさせてもらいましたけども、まあこういった動画もね、
たまにはね、いいかなというふうに思って撮らせていただきました。まだね、企画案であったりとか、こういう話聞きたいよとかいうふうなところあったらですね、ぜひコメント欄で教えていただけるとね、嬉しいです。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。